これ俺たち演奏してる。え、そうなんですか、うん、これビレッジストンパーズっていうんですか、あのワシントン広場の夜は更けてでしょ。そう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 、うん、ワシントン広場ってどこか、どこかなって、靴はね、ワシントン靴って新宿に行ってやし、ロンドンブーツか、同じことこって。いやだね、12歳離れてるのにね。東口にあったよね。東口に、新宿の東口でございますけども、あのこれリクエストがありまして、うん、年金タクシーさんからなんですけど、最近コマーシャルでよく流れます。そうなの、これね、サントリーのウイスキーでずいぶん流れてたんですけど、まあ、うん、最近ね、あのポテトチップスの荒木優子さんがね出てるね、あのポテトチップス、まあお菓子ね、のコマーシャルでよく出てる。荒木優子がわからない。あの結構あの、うんうん、僕タイプな方なんですけど、ね、それで、いや、タイプ120ぐらいありますからね、この人。それで、幅広いっていうね。どういうタイプの女性が好きなの？え？だからあの親戚が少ない方がいいなとか。まあそうやね、めんどくさくないからね。いや、まあでも大家族に憧れるってのもあるんですけども、はい、でその年金タクシーさんからの昭和の初めまして、昭和27年生まれの71歳です。大昔知り合いのご夫婦の奥さんの方の妹を新南洋から、徳山の新幹線口までたまたま車で送ることになりました。もちろん初対面です、うん、そのね、妹さんで、途中車の中で初めましてと言ったんですけど、でお姉ちゃん夫婦をよろしくお願いしますっていう風になんか頼まれました。よろしくお願いしますっていうのは飯をおごっちゃってくれとか、そういうそういうことか、なんかいろんな意味でね、いろんな意味でなんかの保証人とかそういうのもあるのかもしれませんけども、はい、でその送った初対面だった女の子が今の奥さんになってるって。だから知り合いのご夫婦の妹さん、焦ってたんですね。焦ってたかって分かんないって、そんなそういう状況はどこにも書いてない、うん、はい、さあ行きましょう。昭和の突然なんか若い年頃の女の子がと出会ってどっちになったら、焦るというか、何話していいか分かんないよ。それ天気よとりあえず。なんていうの、今日曇ってますねとか、曇ってますねとか、したらまた点点点になっちゃうんです。間が空くじゃないですか。次は野球の結果よ。野球の結果なんて興味ないよ。野球か相撲の結果、相撲も興味はない若い子。そうか、それタイムリーじゃない。タイムリー。でもその子ま全く分かんなかったらどうするんですか。教えちゃうね。教えてもひまわりさんからいただいております。昭和45年生まれですね。4歳から5歳ぐらいの頃、東京のいとこの家のトイレが洋式トイレに変わっていて驚きました。和式トイレのように前向きに座った私を見て、蓋を開けて椅子に座るようにして使うのよとおばが笑いながら教えてくれました。洋式とか和式とか言うじゃない、はい、はい、中華はどうなんだ。だから出たもん、そういうさ。ラジオネームヒューさん、はい、昭和39年生まれの59歳、大阪は片野市の方でございます。今年はいよいよ還暦ですね。あ、そうですね。初めましてで思い出したのは名刺です。就職した会社で配属された後に名刺を1箱100枚もらいました、はいはい、で、うん、営業職ではなかったので、うん、名刺を出す機会ってほとんどない部署だったんですけど、嬉しくて嬉しくて同級生とか同期親兄弟に配ってしまい、あっという間にその100枚がなくなりました。半年以上黙ってましたが、結局バレまして仕事以外に使うなとめちゃくちゃ怒られました。まあそりゃそうだね。嬉しいだけど、まあ嬉しいよ、嬉しい、嬉しいよ。名刺もらったでなんか名刺じゃやって出張ちゃやそう、小学校から一緒じゃやっつってからっていう、そのなんかだって山根幸男って書いてあったって分かってるもんね。分かってる。そんな、いや、まあ、確かにその通り仕事用の名刺だ。そうです、そうです、うん、でも あのやっぱ人の顔を覚えるの僕も苦手な方でして。あ、苦手ですね。もう苦手ですね、はい、だから何度かこう何度もね、初めまして言っちゃったっていう、同じ人にね、以前会ったとかね。それはそれでいいのよ。いいんですか。いい、全然失礼じゃない。この人会ったかどうか分かんないとか、名刺も交換したかどうかも覚えてない。だってナンパの方法でさ、はい、会ったよねとかってのがあるじゃないですか。そのそれ友達。いやいや、山根さん友達。いやいやいや、ね、でだから、うん、あの名刺をもう渡したかどうか分かんない人には、自分の名刺が変わりましたのでとかって言って渡すんですよ。なるほどね。変わってたかどうかも分かんないですよ、うん、だから名刺が新しくなったんでとか、肩書きがちょっとね、まああの課長になったとかそうやって渡してました。そしたら向こうまた渡してくれる。あー、これ2枚目だったっていうのが分かる。もぐりの嫁さん、昭和40年生まれの方でございます。
私の父は転勤族でして、萩で生まれて長門、小倉、下関と転校しました。ちょっといいですか、うん、よく転勤族って言うじゃん、うん、族なの。いや、まあ、族、まあまあ、ほら、まあ、いろいろ竹の子族とかいたでしょ。群れてんの？群れてはないんですよ、その転勤する方たち、ね、まあまあ、転勤する仕事について、はいはいはい、うん、で母と一緒にまず校長室で話をして教室に向かいます。そしてよくドラマとかである黒板に名前を書いて挨拶をします。転校生は好奇の目で見られ、しばらくは隣のクラスからも見に来られたりもします。私はこの経験から初めての人、初めての場所にもすぐ溶け込めるようになりました。まあ、上手になるでしょうね。慣れてくる。そう、慣れてくる。結構前も言ったけど、俺もね、はい、多かったのよ。あの 工場がいっぱいあるから、まあ、下松はね、はい、ですからいろんな、まあ、東京だとか大阪とかからいろんな、いろんな制服の子が来るよね。うん、それそうなの。でも こういうシチュエーションですよ、はい、本当隣のクラスに転校生が来たらざわつく。特に女の子だったらそれであやっぱりこう都会の風を吹かせるような。もうね、あのね、その通りです。そのおっしゃる通り。もういくつ山を越えてきたんだっていうようなそのあのね、いや東京、まあ、神奈川とか東京に日出しとか、はい、まあなんか、はいはいはい、あの感じあったみたいな、日立系列ね。そうな、それで、うん、神奈川から来た子はね、まあ、可愛かったですよ、うん、はい、でやっぱりね、違う。何が違う、なんていうか、なんていうか、もう作り出しよ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、眉毛ボーンとかありますか。眉毛ボーンはね、東京の子はやんないですか。はいはいはい。